爆発がありました。いきなりです。爆弾事件で妻を失った公安のエース。爆発事件と奥さんは何かつながりがあると思ってるのか。犯人とされるのは記憶を失った謎の男。彼は人殺しです。それも凶悪な。映像化不可能と言われた伝説のハードボイルド小説をついにドラマ化。あいつは誰だ。お前たちは何を追ってる。この事件の裏には何か大きな陰謀があるはずだ。知らない方が身のためだ。多少の犠牲は厭わない。心が痛むか。痛みません。なぜ妻が死んだのか、本当の真実を全て知りたいだけだ。モーズ、4月10日木曜夜9時スタート。